実際高校これでわかるはそこまで問題数が多い教材ではないですよね。うん、まあ、チャートとかと比べるとっていうところもなってきますね、うん、はい、はい、高橋先生、はい、今回の参考書を比較するものは何と何ですか？1冊目は基礎問題成功。また来た基礎問、はい、2冊目はこれでわかる数学。来たね。この2冊を比較したいと思います。はい、はい、じゃあこの2冊やっていきましょう。本日の参考書はどっち？はい、ということで、はい、基礎問とここ、これでわかる、どっちもね、高校これで分かるは最近ルートには入ってないけど、はい、かつては武田塾の両方の、ね、そうですね、2冊ともルートに入ったものなんですけど、はい、高橋先生実際使ったことあるんだよね両方。これで分かる数学 2B だけやりました、うん、基礎問題成功は 1A、2B 両方やってます。はい、じゃあその辺の話もね、はい、話していきたいんですが、まずはデータ比較からいきましょうか。はい、問題数の方を比べていきたいと思います。基礎問題成功 1A が135問に対して、うん、これで分かる数学 1A が例題201、定期テスト77という感じで、おうおう、定期テストは正末問題ですよね。そうですね、正末問題込みだと2倍いくけど、うん、まあ、なしだったら、まあ、1.5 倍もいかないぐらいっていう感じですかね。だからそんなに差はないけどちょっと多いかなぐらいですね、うん、はい、で 2B 数3もそんな感じで、うん、まあ、やや多めっていう感じですかね、うんうん、定期テストの正末問題までやると大体2倍になるっていう。そうですね、やらなかったら 1.5 倍ぐらいで済むよって話ですかね、うん、実際高校これで分かるはそこまで問題数が多い教材ではないですよね。うん、まあ、チャートとかと比べるとっていうところもなってきますね、うん、はいはい、ただ結構その作りが違うって意味だと高校これで分かるはなんかあの教科書チックなんですよね、うん、そうですね、導入部分が結構詳しく書いてあって、はい、まああのなんだろう、英文法でいう仮定法のとかの問題に入る前に仮定法とは何ぞやみたいな説明、ね、してから入るみたいな、はいはいはい、まずその数学の概念みたいなところを本当に教科書のように伝えてくれて、うん、そこから実際問題の解説に入ってきますもんね、うんうん、はい、そういう意味で言うと問題集プラス講義みたいな、うん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 、そうですね、はい、まあ、そういう点で結構違いがあるかなっていうふうには思います。基礎問題成功を使う場合だと分かんなかったら初めから始める数学ってあのマスマのやつなんか講義系で使ってねみたいなこと言ってるんだけど、はい、それなしで一冊でこう両方をまとめてできるみたいな感じですかね。そういう役割ですね。まあ、その分解説はシンプルだけどね、結構、うん、導入の説明自体も割と教科書チックだからこう、まあ、最低限というか、うん、すっきりまとまってる感じですよね。どんな人にこれで分かる数学が合うのか、基礎問題成功が合うのかっていうのを話していきましょうか、うん、はい、ましょう。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。